神木で待っておると聞いたが、武具はない。身を潜めて進もう。ユナを見つけよう。ユナはおらぬな。だがこの者らひとところに集められたのか。
血の周りに血。この匂い、トリカブトだ。猛虎も毒の作り方を学んだ。これが因果応報か。モッコース、バルタルリーキ。毒を食らったか。吹雪に紛れれば。目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ。ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。ユナと話そう。で、いい隠れ家を見つけた。櫓から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けて影は死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？あの時降伏しなければ、島の者が本土の武士や叔父上と戦っただろう。殺し合いになればハーンの思う壺だ。千村様は術中に陥ったね。苦しい立場におられた。
将軍様への義務をおもんぱからねばならぬ。力を合わせねば勝てぬというのに。何であろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。吉と出るかはまだわからぬがな。あんたに救われた人に言える？もし藩を殺して猛虎を追い返したら、志村様は許してくれると思う？幼い頃から叔父上は父であり師であり世の全てだった。嘆かせたくはなかった。いつか和解できればと願う。いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われて。選んだのは俺だ。いかなる始末になろうとも悔いはない。謀反人の烙印を押されても。城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。ねえ、ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。寺に近づくには開けた地を越えていかなきゃ。または湖か。のろし術、あれで敵襲を知らせるのか。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。死ぬかと思いました。動けるな。すべて助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。物見役の旧兵、見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？のろし術を打ち上げ、おびき寄せて一網打尽にする。待っておれ。のろしを上げる。気を引ける。では戻る。あいつら始末。
全て倒したよ。鉄塔へ向かうぞ。策を練らねばな。あの滝凍ってる。あそこを登れば裏に回れるね。行くよ。Ямар нэг юм харв уу? Тэр харагдахгүй л байна. Тэр тэнд байгаа юу? Юм алгаа. Тэр мөн байж таарлаа. Хаан. Тэр мөн байж таарлаа. Яц тустай. Хиймэ. Хиймэ.下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。モーコもいないし、壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の敵、取ってやろう。皆の敵だ。
弓で猛虎を懲らしめてください。ジン、こっちだ。近江から神野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。お頼みを聞いてください。良い弓に勝る武具はございません。何かご入り用でしょうか。品揃えが増えました。どうぞ。お気に召すかと。うまくお使いください。素材が足りないようですね。ま、どうだって。もうこの行動中のご無事をお祈りしています。また遠心の音が。
定位なら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か？なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は？増えてではない。木こりの宿営に向かおう。ここから離れろ。すぐに行く。すぐにね。
今飲みました。ユナのやつ変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。지자금 하시모 어찌 빨리 잡나. 아마도 노르리아 코르페 오코르단 터르네 것이 에쿤 순탄사 통나를 먹어줘.
Watch his belly. Watch his belly. あの獣がすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。今少し待て。今だ。殺してやれ。募り軍を作ったと聞いた。なぜあんたが率いない。志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦あんたのものじゃないのか。志村殿には城がある。春までここをお使いにはなるまい。それまでに去ればいいんだな。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ついてこい。あいつが向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。橋を抜けられたとしても日槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って日槍を奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。足を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。
槍川の戦士も一緒だ。やっと分かった。あんたクロードか。だが山より大きいと聞いたぞ。今は戦え。待たなかった。雅子様の案だよ。お主随分と腕を上げたんだ。なぜ見ましたゆえ。別人のようだ。
奴らのみです。では早く殺せ。なんとかなったね。さあ砦を奪いますよ。おのおの方、怪我は？少しもないわ。まあ今のところはな。無事です酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った、早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。